野球の試合っていうのは審判さんの裁量によって大きく左右に揺さぶられますよね。皆さんも経験あると思うんです。今回の試合はそんな超シビアな試合になりました。ご覧ください。というわけで本日の試合、岡島レッドソックスさんとの一戦、 MLB ドリームカップでございます。さあ早速攻撃見ていきましょう。1回の表、先頭1番の徳さんの打席から、やや高めに外れてワンボール。2球目インロー、ここはいっぱいストライク。そして3球目、これはわずかに外れて2ボール1ストライク。低めにかかって3ボール1ストライクからの次のボール、このボールがわずかに外れ先頭バッター出塁。相手ピッチャーもこのリアクションです。その後ツーアウトランナー1、3塁となり5番の田島、高めのボールやや押されたが面白いところに落ちた。3塁ランナーの徳さん悠々ホームイン。バレがラッキーな形で1点を先制。さらにチャンスで鉄平、ここは詰まらされファーストゴロ。相手ピッチャーも粘りますが幸先よく1点を先制します。一方あっぱれの先発は竹虎、ここ最近本調子ではない中でのマウンド、今回はどんなピッチングをするのかと思ったら先頭いきなりフォアボールを出してしまう。まあ、皆さんも見ての通り最近ですね、竹虎非常に調子が悪いんです。前回登板した際にはやや出力を落としてなんとかこう1失点というまとめたピッチングをしたんですが、そのピッチングを見た兄貴が最初から抜くと出力を上げるのが大変だから出力を上げなさいと、そういう指摘を受けていました。なので今回しっかり出力を出した中でのピッチングとなります。という中なんですが、その後盗塁とバッテリーエラーでランナー3塁とされると、セカンドゴロの間に三塁ランナーは生還、同点。チームとしては同点は OK と思ってたが、ここからが大変だった。際どいボールがことごとくボールのジャッジに。ストライクを取るのに苦しんでいた竹虎、取りに行ったストレート見事に狙われてライト前ヒット。バッターもねこうインコース寄りなんですが肘をうまく畳んで軟式得意ですね、詰まっていいバッティングです。その後も竹虎一生懸命投げますが若干ボールが荒れ気味。そんな中ゾエはもう真ん中に構えるようになっていました。真ん中に構えていた中でやや外寄りに来たボール、これもボール判定になれ思わずバッテリーがっくり。そしてフルカウントから同じボール、またもや際どいコース、これもボール判定となり押し出しで逆転を許します。苦しいピッチングが続いていく。審判の特徴をつかみきれなかった竹虎、0回3分の2で無念の降板。ちなみにピッチャー交代の時マウンドでこんな会話があったそうです。ゾエ、今日ストライクゾーン非常にシビアです。ああ、まあ横から見てもそんな感じはするな。兄貴は初回のこの私の徳さんのフォアボールの時にこのボールベンチから見ても今日はシビアかもしれん、そんなことを思っていた中でのゾエの言葉がスッと入ってきたそうです。なので竹俣に対してはもう真ん中付近でいいからどん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 ストライクを先行して取っていこうと、そんな声かけがあった中でのピッチング。これぞ火消し、あっさり3球三振にとってこの回ピンチをしのぎます。さあ、あっぱれ2回の攻撃前、兄貴からこんな指示が出ます。
自分の好きなコースを吸収待っといて追い込まれまでそれでいいわ、うん、オッケー、うちに行かんでいいから、でそこに来た時はあの何人かおったけど行っていこう、はい、それだけ。よっしゃ。あっぱれとしてコースと球種を極端に絞り、際どいボールは絶対に振らないという、そんなちょっとね、あの試合中にもかかわらず簡単なゲームっぽい感じで挑んでいく形になります。ちなみにあっぱれは基本的に審判さんのジャッジに沿ったその中での戦略で勝ち上がっていくという大テーマのもとに動いているので、こんなこともたまにします。するとここからあっぱれ打線お祭り状態。たとえストライクと言われても難しそうなボールは我慢、そしてデッドボールを見事勝ち取る。さらに竹俣も我慢しフォアボール。竹虎同様にやはり岡島レッドソックスのピッチャーもストライクゾーンに非常に困っている感じがありました。果たしてどこで打ち取ればいいのか、そんなところからやはり手元は狂っていくんですね。ピッチャーとは難しいポジションだ。デッドボール満塁となります。このチャンスにゾエも打つべきボールはことごとく見送り、フォアボール押し出しで1点差に迫ると、相手チームもここで思わずピッチャー交代。しかしやはりゾーンに苦しみ、押し出しで同点とされると4番回生、真ん中付近に投げ込んだボールが1、2塁間を破り逆転タイムリー、さらに真ん中付近に投げた変化球打ち返されてサード強襲、さらにこのボールをわずかに外れてフォアボール。もう酷暑の中さらに超シビアなストライクゾーン、いつも通りのピッチングができない状況になっている。真ん中付近に投げ込むしかないピッチャーはことごとく打たれてしまう。打者12人で一挙8得点を挙げたあっぱれ。攻撃前の兄貴の作戦が見事ハマった。竹俣は引き続きど真ん中付近に投げ込み、出目で勝負していくというピッチングを展開。なのでこのようにむちゃくちゃ飛ばされるということもやはり起こってしまう。お見事、ランニングホームラン。しかし打たれるのは OK です。大量失点を防いでいくことが重要。ランナーをためずストライク優先、もちろん打たれる。ただこれはもう仕方のないこと。打者は打っても3割、ゾーンが限られる中塁を埋めるよりも打たせた方がいいという、そういうチーム方針の中で竹俣はずっと投げ続けてくれました。なのでめちゃくちゃ飛ばされたりはするものの、しっかりとアウトカウントを重ねていきます。結局真ん中に投げ続けたことでフォアボールはなく、最少失点で踏みとどまる。というわけで炎天下、そして超シビアなゾーンの中での戦い、12対5であっぱれに軍配。エスコンフィールド北海道にまた一歩前進をしました。たくさん、うん、あの点取って勝っていただいてありがとうございます、うん、どういたしまして。やっぱ野球ってさ、こう審判さんのジャッジのもとに全てが動いていくっていうのは大前提の競技なわけでしょ、はい、でもちろん俺もそうだし兄貴とかもそうだし、なんか他の野球人もそうなんだけど、自分がやっぱ長年幼少期からやってきた野球勘とか、
ゾーンとかそういうアウトがセーフだっていうところがやっぱりどうしても根付いている中で、うん、特に草野球っていうところはあらゆるいろんな審判さんがいる中でゾーンがこう広かったり狭かったりきっちりしてたりって結構あったりするじゃない。あっぱれも昔は例えばストライクゾーンがちょっと広かったりした時にあーちょっと広くないですかみたいなこともリアクションとしてあったんだけど、ある時にチーム方針でそれよそと、うんうん、審判さんあっての野球だし、はい、相手チームがあっての野球だというミーティングがあったよね。その日にやっていただいている審判さんのその裁量の中で俺らが頭をフルに使って勝てる戦略っていうものとか勝てる方法っていうものを模索して相手にこう向かっていこうみたいなところが大前提のテーマとしてあったから、やっぱたけちゃんはポン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 、うん、もう途中からバッピみたいな感じで投げてたよねあれすごいっすね、うん、だからまあアウトになったりヒットになったりアウトになったりヒットになったりってあるけども、そこにフォアボールだったり、エラーだったり挟むとアウトになるはずのバッターがフォアボールで出ると、うん、そこでどん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 ランナー溜まって手痛い一発を食らうと大量失点になってしまうっていうところがあったから、うん、まああいうピッチングを展開したと。あそこでの兄貴の話っていうのはもうまさにっていう感じがあったから、うん、チームとしても我慢もできるし打つべきボールをもう本当にこう真ん中付近というかそこに絞ることが、はい、できたっていうのはあったんじゃないかなっていうね、うん、高校野球でもなんかこうアウトがセーフ、いやセーフがアウトとかさ、ストライクゾーンがどうだとかさ、いろんな話もやっぱあったりするんだけども、あくまであっぱれのチームとしての考え方っていうところで言うと、もちろん相手がいてくれての野球だし、で審判さんがいてくれての野球、まあ、その意味では敬意を払ってねやりつつ、その上で、まあ、審判さんもこう長年やってきたらなんか本当はルールの中に載ってるさストライクゾーンであるじゃん、しっかりとしたルールがあるにもかかわらず自分のストライクゾーンをやってしまうっていう審判さんも多々いるわけだよね。で試合中はまあしょうがないとして、試合が終わった後に監督と審判とかあとはキャプテンと審判とか、うん、まあ特に草野球とかそうかもしれないけど、はい、そういうまあ今日のストライクゾーンっていうのは審判さんとしてはどういう形で取られたんですかとか、うん、俺はこういう風に取ってましたよって、じゃあそのなんかちょっと広い感じがやっぱり両チームからもあったかもしれませんとか、うん、ちょっと狭いなっていう感じもあったのかもしれないんですけど、そのあたりどうなんですかっていう中で審判さんがいやそれは俺のストライクゾーンだからって邪険にされちゃったらちょっと野球界進まないなって感じもするんだけども、はい、試合後にそういうディスカッションが持てる野球界になっていったらより良くなっていくんじゃないかなっていうの、兄貴もね、兄貴がよくよく言うことだから、はい、まあ、俺が今代弁して言ってるようなことなんだけど、そういう風なことで、野球、週末の野球楽しんでいきながら、さらに野球のレベル、審判のレベル、そして選手の審判に対するリスペクトと、うん、マナーと、ハキハキしたプレーだったりいろんなことがこう相まって気持ちよく、ね、プレーボールから、ゲームセットまで戦えるような草野球になっていったらいいなってやっぱ思ったりはするから、だからまだまだちょっとこうまだね厳しいね、竹虎君、僕どうしようもねえすどうしようもねえすってどうしようもねえすっていう感じだったもんね本当に調子も悪いしもう真ん中に投げることさえもちょっと難しいのにどうしようもねえすっていう感じで、はい、また頑張っていこう、次につなぎがあるから、はい、ね、エスコンのマウンドに上がれるようによし俺も頑張るからね、はい、というわけで、本日をもってですね特産 TV、丸7年完遂ということで、ありがとうございます。また明日が8周年目と8年目ということになりますんで、また引き続きよろしくお願いいたします。ライパチは、夏休みでございます